ランボルギーニ・ミウラ、ミウラ、ミウラは、イタリアのランボルギーニが開発、製造したニシーターミッドシップスポーツカーである。伝説の闘牛牧場ミウラの名にちなんで命名された。ミウラのドアを全開にし、前から見た姿は、まさに大きく立った角を持つ闘牛のようである。トラクターの製造販売やエアコンなどの事業で、大成功を収めた、フェルチオ・ランボルギーニが、 フェラーリに対抗すべく1963年に起こしたランボルギーニによって1966年3月、ジュネーブモーター用をにて発表され、1966年から1973年までに約750台が生産された。ベルトーネによる流れるようなスタイルの2シータークーペで V 型12気筒 DOHC エンジンをミッドシップに横置きし、 発表時のプレス向け主要所言によれば350馬力のノルマーレ使用でもわずか9 8ラムの車体を最高速度時速3 0 0トルまで引っ張るとされた実測データは三浦 S で時速2 7 8キロメートルというデータが残っている。当時12気筒の大排気量をミッドシップに積んだ車は前例がなかった。後に核 メーカーとも類似のスーパー GT を登場させた。1965年ので発表され、期待のかかった4リットル V12 をミットに乗せた、ベアシャシー TP4002966 年3月のジュネーブショーでボディを仮装し発表されるや、当時ベルトーネに就任したばかりのマルチェロガンディニに,による、その流麗なスタイリングが注目の的となり100を超す、オーダーが殺到した。 1967年から生産体制を一応は整えたが、その時点ではまだリアヘビーによるハンドリングの欠点、パワートレン系が出す盛大なノイズ、冷却性能などいくつもの問題が解決しておらず、たくさんのバックオーダーを抱えたランボルギーには仕方なく、生産を続けながら改良を加え、最終的にはリアサスペンション他に大きな改良がされた SV と呼ばれるモデルが、 製造された。当時ミッドシップスポーツはいくつかが市販されていたが、三浦のような大廃棄量で、横置きのものは初めてで開発は難航した。シ,ャシー設計及び三浦の開発プロジェクトの発案者は、ジャンオロダラーラ。ジョットビッザリーに設計のランボルギーニ1号エンジンをベースに三浦用に改良したのはパオロスタンツアーニで、写ーの製造はランボルギーニ1号車か。 その制作を受け負っていたマルケージ社である。ボディの設計とデザインはカロッツェリアベルトーネで、当時当たり前のように三浦はジョルジェット・ジュージアーロの作品であると出版物に書かれたが、実際の原案スケッチから始まる一連の作業はすべてマルチェロ・ガンディに出会った。長年にわたり、三浦のデザインはジウージアーロかガンディにかで、三浦論争が繰り広げられてきが、ジウジアーロが ベルトーネ在籍時にデザインしたカングルロやテスチュード、さらに1964年にジュージアーロが ISO を想定して書いた架空のミッドシップカーグリーフォー A3C の正面図と側面図からジュージアーロのデザイン要素を抽出し、ベルトーネの伝統的なテイストを保持することをガンディーが放棄しなかったこと、また流行のボディスタイルが流線型から、 ウェッジシェイプへと移りかときであったことと、ベルトーネチーフスタイリストの交代劇が重なったということから生まれた誤解であった。1965年11月にトリノで開催されたトリノオートショーに、シャシーとエンジンのみの試作モデルが展示された。ボディがなかったばかりでなく、ミューラという名前もまだついていなかった。当時ミッドシップエンジンは、 デトマソがバレルンガで発表しているくらいで、他のメーカーでは FR レイアウトが通常だった。その後は欧州レーシングチームのシャシーとしても使われ、スポーツカーレイアウトの標準となるのは三浦が景気であった。ある時、フェルッチオ・ランボルギーには TP400 をモナコのあるカジノの駐車場に置いた。非常に珍しいエンジンレイアウトのこの車は、ボディなしにもかかわらず、 カジノに集まる富豪たちの視線を釘付けにした。この愛を見計らって、エンジンがスタートされると、TP400 に群がる。人々の数は倍にもなったという。ダラーラが、シャジーの完成度を上げる一方、ボディは、デザインだけでなく、製作も担当するという契約でベルトーネに任された。当時、ベルトーネのチーフデザイナーは、前任のジュージアーロから交代たばかりのマルチェロ、ガンディに出会った。 翌1966年3月、ジュネーブモーターショーに、流麗なボディを乗せて、三浦が登場する。スペインのアンダルシア州ロラデルリオにある三浦牧場の、オーナーであり、著名なスペイン闘牛飼育家、ドン・アントニオ三浦にちなんで命名された。これ以降、ランボリギーには、闘牛関連の社名が続く。ヘッドライトは、点灯時のみ前方に浮き上がるポップアップ式。 ヘッドランプを採用していた。しかし見た目のエレガントさとは裏腹に、三浦はまさに闘牛のように荒々しい車だった。リアカウル開閉の都合上、ボディコーダーに取り付けられたマフラーカッターは、エキゾーストパイプと連結されておらず、この部分が方向のような排気音を作り出していた。また、キャビン直後には、ガラスと薄いバルカヘッドだけで仕切られたエンジンルームがあり、 熱気と爆音が容赦なく、乗員を襲った。フェルッチオ・ランボルギーニは、三浦は、ショーカーであり、ランボルギーニの他の車の販売促進に役立てば、それで十分そして、生産は30台程度と考えていた。実際、生産中の車の販売も良くなったと言われている。市販車として考えられていなかった三浦の当初の、完成度は、決して高くなかった。 ランボルギーニの公式な区分としては P400、P400S、単に S とも言われる P400SV、同様に SV ともと三つの時代に区切られるが、実際の三浦は、その前期間を通じて一台生産するごとに、完成度を高めて、現在に残る名声を勝ち得ている。つまり変更は、毎回なされ、それは機能改良ばかりでなく誤りの修正もあった。これは、 イタリアの小規模メーカーにはよく見られることではあるが、しかし、同時期作られたエスパーダには、こうしたせいはなかったと言われている。SV で385馬力を交渉する出力も、現実には310馬力前後だったと言われている。市販車として販売されるまでに何度も変更を繰り返した三浦だが、顧客が一刻も早い市販を望んだため、ランボルギー2社はそれに押される形で、 サスペンションセッティングなどを大まかに決め状態で生産を開始してしまった。ドライブトレインをコンパクトにまとめるためにエンジンとミッションの潤滑系を共有している。このためにリミテッドスリップデフの採用も見送られた。結果、高速走行時のフロントの落ち着きにかけ、コーナーでは急激なリバースステアに見舞われることもあったという。販売された。 最初の一台は1967年3月に製作されたものである。名前は P400 とされた。P はパスティリリーでエンジンが後ろに位置していることから400は排気量4リットルの位である。350馬力出力のエンジンでわずか1 0 7 5ラムの車体を最高速度時速2 9 0トルまで引っ張った。 ランボルギーニは当時はまだ風洞実験ができるほどではなかったがニュージーランド出身の開発テストドライバーがこれに貢献している。彼は21歳でイタリアに渡りランボルギーニに来る前はフェラーリやマセラティでレーサーとして活躍していたがマセライで一緒だったジャンパオロが1963年に連れてきた。外観からはウィンドシールドのモールがブラックである点で後の S と見分けられる。 ランボルギーに三浦は扱いにくいことで有名だが、メンテナンスサービスだけは別で、ベルトーネの設計は、この点がよく考えられていた。P400 は、1967年に、約110台が、そして1969年までに、計4 7 5台が、作られた。三浦の絶え間ない改良は続き、1968年12月、370馬力に、 出力を向上させた P400S となる。S はスピントで直訳すると押されたという意であるが、三浦ではチューンされたという意で使っている。実際は公式発表ほどの馬力は出なかったというが、エンジン強化はドライバーにとってその騒音と熱にさらに悩まされることでもあった。等速ジョイントとベンチレーテッドディスクブレーキが装備され、その後さらにモデル途中でのリアサスペンション強化も、 なされたインテリアはオーバーヘッドコンソールの形状変更にパワーウィンドウが装備され、エアコンもオプションとしてモデル途中で用意されたがあまり効かなかったという。外観はウィンドシールドのモールやヘッドライトのリムがブラックアウトからクロームになった。P400S は140台が生産された。1971年3月。 ジュネーブ省では 7850rpm で385馬力まで出力を上げた P400SV が登場する。SV はスプリントベロチでより速い車という意味で使っている。絶え間ない変更により当初の設計目的がこの SV でやっと実現した。SV は三浦の完成形であり、現在における市場での取引価格もそれを示している。 インテークを大きくし、キャブレターを変更、カムタイミングも変更して、この出力が達成されたが、リアサスペンションがさらに強化され、リアタイヤは9インチホイールとなりピレディのチンキュートを履いた。そのため、リアフェンダーもワイドになって、より攻撃的な印象となっている。外見の変更は、ヘッドライト周りのまつ毛状のグリルがなくなりシンプルなっていること。 その下のフロントグリルも横長の大炎上だったものが上部中央が前方下部に張り出し S より口元を少しすぼめた感じになっている合わせてターニングランプも変更されたリアのコンビネーションランプにはバックランプが組み込まれたこの世代からようやくエンジンとミッションの各潤滑系が分離されオプションで LSD が用意されたが実際に装備されている車は少ない P400SV モデルは約150台が生産された。うち1台はフランクシナトラが購入している。1973年10月製造の最後の車両の車体番号は4822で、三浦全体の生産台数は750台ほどであった。ZN75 はたった1台だけ生産されたタルガトップ風コンバージョンモデルである。タルガ風だが、 ルーフやサイドウィンドウは全くない。エレスロ ZN75 またはエレスロスパイダーと呼ばれることが多い。エレスロとは国際鉛ン研,研究機構米国ノースカロライナ州のことで非営利団体として産業界における鉛及びン利のための研究開発を行う機関である。1966年当時、エレスロは自動車業界での新たな合金。 コーティング方式、プレート利用、などの技術を開発しており、この新技術をより広めようと、それまでエレスロの研究開発に参画していた企業、だけでなく、デトロイトや米国内、さらには、世界中の様々な自動車関連企業に対して広く、宣伝しアピールするためのリームカーを作ろうとしていた。エレスロでは、執行役員副社長、シュレードラド計がこれを取り仕切っていたが、 彼は、このために、フォードの上級スタイリストデザイナージョン・フォスターに、コンサルティングを依頼。当初、当時斬新なスタイルとして、話題となっていたフォードマスタングも提案されたが、スタイル変更について、フォード社自身が認めなかったという。エレスロと、米国三大メーカーとの関係も考慮した結果、フォスターは1968年初頭に、三浦を使うことを提案する。ベルトーネは、 この提案を大歓迎したが、ランボルギーニのプロダクトマネージャー、パオロ・スタンツァーには、ランボルギーニとして修正することは許可せず、当時すでに、ベルトーネとモーターショーに向けて制作当たった、ロードスターを使うことを提案した。そのロードスターは、車体番号3498の三浦をベースとして、オープンコンバージョンの製作がなされていたもので、オープンカーとして、 時速 300km に対応するため車高は、三浦よりさらに30里下げられ、ウィンドシールドの角度も変更されていた。エンジンカバーとして設けられていたルーバーは外され、エンジン部もオープンになっている。ロールバーが頭の後方に設けられ、このロールバーとサイドメンバーの強化によりある程度、合成を保っている。ルーフに装備されていたスイッチ類はコンソールに移され、 リアコンビネーションランプも変更された。このオープン仕様ミ浦ラはその年のブリュッセルモーターショーにミ浦ラロードスターとして出品される。ショーの後、エレスロが買い上げ、ベルトーネはエレスロと協力し、コンバージョンを行う。パーツのほとんどは一度ばらされ、エレスロの推奨するアエン合金製やクローム製に置き換えられた。転身加工されたアエン合金製のバンパー、ドア、 ラジエーター、ステアリングホイール、シフトレバーアップレート、押し出し形成のアエン合金グリル、アエンコーティングされたホイールやマフラー、単造加工のギアシフトノブなど、キャブレターからスイッチ一つ一つまで50箇所以上が変更された。通常明るい色を全体に配止暗色でディテールを仕上げ引き締めるというベルトだが、この時は金属の輝きを活かすために、 ボディはパールメタリック調ダークグリーンとなっている。1969年5月に ZN75 として再び発表され、以後、世界各地のモーターショーでの展示、各国の自動車関連会社への貸し出しで、ショーカーとして常に注目を集めた。役割を終えた後オークションにかけられたが、海の親シュレードラドケ自身が最高額を出し、彼の個人所有となる。 1980年に一度全面リフレッシュされ、その後ラドケにより1981年2月にボストン交通博物館に寄贈される。長らくここに展示されたが、博物館でレストアの後、オークションで人手に渡る。再度オークションで英国のアルコール飲料、メーカー、ポートマングループの手に渡るが、この時はランボルギーニミュージアムを設立するためと発表されていた。 その後、1990年から少なくとも1996年まで、日本のヒストリックカー専門店にあった後、松田ミュージアムのコレクションにあるはずであると多くの専門家が指摘していたが、白のレザーシートに赤いカーペットのインテリア、淡いブルーメタリックのボディカラーにリフィニッシュされて、2008年のペブルビーチコンクール、デレガンスに現れたことで、松田コレクション説は否定された。 詳細は、ランボルギーニ・イオタを参照。三浦と同じ車体、シャシーは別のものを使用した実験車両に、J 車体番号 4683, ナンバ、no. ー5048という説もあるがあり、通称、イオタとして知られている。これは当時ランボルギーニ社の車両設計に深く関わっていた技術者のボブ・ウォレスが主導して製造したものである。この個体についてウォレスは、 潤滑系統のエンジン性能への貢献度、操縦性の向上、総合的な製造品質を調べたかっただけと語っている。また経営者であったフェルッチオは、やりたいなら好きにさせてやれと言っていたという。J のホイールはリアが10インチ幅となり、フェンダーもより広げられている。スペアタイヤとガソリンタンクが全軸後方にあるにも、かかわらず重量配分がより改善されている。 シャシーフロアをはじめとして、車両全体に、アビオナル航空機用、アルミシートを使い軽量化を図っている。固定ヘッドライトにしたのもそのためである。車重は 882kg で、三浦より 360kg 軽くなっている。エンジンは、圧縮比が11.5とかなり高めにされ、カムシャフトもハイカム仕様、エンジンとトランスミッションを別系統の、 ドライサンプ方式で潤滑。サイレンサーは装備されていなかった。ランボルギーニが財政難になった1970年 J はあるミラノの得意客に販売される。さらに1971年にイタリアのレーシングチームスクーデリアブレシアコルサのオーナーで車のコレクターでもあるアルフレッド・ベルポナーの手に渡る。この取引はブレシアでのランボルギーニディーラー。 エンリコ・パソリーニが担当していた。ところが、ベルポナーがステアリングを握る前に、ディーラーのメカニックが、ブレシアの環状道路で運転して、事故を起こし、横転した後に火を吹いてしまった。ウォレスからは、浮きやすいと注意されていた。乗っていた二人は一ヶ月の入院ですんだが、J は、修理不能の残骸となった。ウォレスが J を製作した理由については、諸説あるが、 福野霊一郎は、三浦の徹底改良版が、どの程度の実力を持ちうるかを推し量るためのもので、あったと推測し、結果として、三浦の発展改良型では満足の育成能が得られないと判断したウォレースは、フレーム構造からして、全く異なる、カウンタックを構想するに至ったのではないかと、指摘している。イオタの評判を耳にした顧客が、 自分の身裏をイオタに改造してほしいと依頼して誕生。ランボルギーには製作を受諾し SVJ と名付けて製作された。わずか古代が製作されたのみ。古代以外にも修正された車両があるが、それらはイオタボディに変更されたのみで、エンジンやシャシーに関してはイオタかの変更は一切されていない。ランボルギーニ製ではあってもこの校舎の仕様はイオタレプリカと呼ばれることがある。 SVJ の最初の1台は、車体番号4934で1971年12月生産の車両で、イラン革命前の国王モハンマドレザーパフラビーの依頼だった。イオタのボディ、ブレーキクーリングダクト、ヘッドライトカバー、レース用の外付け燃料、フィルター、フロントワイパーは1本式、フロントスポイラー、サスペンション設定の再調整が施されたものだ。 テヘランの宮殿内にもう一台の SV と共に護衛付きで保管していたという。この車は革命後多くの人の手を経たが映画俳優ニコラス・ケージも1997年から2002年まで所有していた。1981年のジュネーブ賞にランボルギーニが出品したオープン仕様の三浦。実際には1971年のジュネーブ賞に出品された。 イエローカラーのミューラ S をベースに、スイスのランボルギーニーイーラーである、ランボモートル AG がスパイダーとして1980年に仮装したものである。新たにランボルギーニーを買収したパトリック・ミムランが CEO について間もなくの時期で、この P400SVJ スパイダーは、JALPA や LM002 など他の1981年モデルと並んで、ランボルギーニーブースに展示され、 ランボルギーニの再生を歌っていた。この時は、幅広タイヤを装着し、リアウィングも取り付けられていた。三浦40周年にあたる2006年、新たな三浦として、三浦コンセプトが、デトロイトオートショーにて公開された。デザインは、アウディグループのワルテル・デ・シルバが言った。ガヤルドのシャーシをベースとしている。2004年、辛口の批評で知られる、米国のスポーツカー専門誌。 スポーツカーインターナショナル氏がベストスポーツカー1960年代部門の第4位に三浦を1970年代スポーツカー及びすべての機関におけるスポーツカーのそれぞれ第4位に三浦 SV を選出している。また2008年イギリスのテレグラフ氏が選ぶ最も美しい車100台で5位選ばれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。